わっさあ、琵琶湖ガイドなすび、本名中井翔一、石川県出身、住んでる今滋賀県、陰踏んでなかった。どうも、琵琶湖ガイドなすびです。6月の13日のなすびガイドでございます。今日は風も弱くて、一日ね、暑かった瞬間もありましたけど、まあ、基本的には過ごしやすい一日だったんじゃないかなと思います。ただ、朝一はね、めちゃめちゃ冷え込んでて寒かった。 It's a cold、6月もう夏と思いきや It's a cold、ちょっと寒かったですね。でも日中は暖かったです。で、今日は、遠方から2日間連続ご予約してくださったゲストさんなんですよ。で、琵琶湖初めましてなんですよ。琵琶湖初めてのゲストさんなんですけど、明日が東風爆風予報なので、まあ、本日来られて、なすびガイド遊びに来ていただいてますので、明日一回当日にちょっと、集合して湖上の様子をちょっと見てから判断しようかなと思うんですけど、もし、まあ、出られない可能性もあるような予報なので、今日は2日の予定だった、まあ、ほっこ旅、何個旅っていう、まあ、結構分けてやったりすることが多いんですけど、それを1日でまとめました。なので、最近好調の何個のエビもフリーリングの釣りを半日でやって、あとは北に走りました。で、朝一のまず、好調の何個フリーリングパターンをやっていったんですけど、朝一の急な冷え込みの影響なのか、日中は結構ね、バイトは出るかなと予想していたんですけど、やっぱり予想通り朝一がね、ちょっとバイトが少なくて、そこでまあ、魚釣れたんですけど、まあ、思ったより、昨日までの経験してたバイト数ではないなと、ちょっとバイト数減ったかなっていう感じでした。まあ、そこからバイトは続くんですけど、ショートバイトだったりとなかなか取れないような展開が続きました。で、そこから、昼からはちょっと切り替えて、2日目やろうと思ってた、ほっこ旅、を展開していきました。で、そこで、ヤミーフィッシュの、脳進化、でコーヒー中脳進化みたいなやつ4インチぐらい、それで、魚も釣れましたというような一日でしたね。まあ、一日穏やかで、釣りはしやすかったですね。まあ、問題は明日ですね。明日、まあ、一回当日、もちろんなすびガイド安全第一なんで無理はしないんですけど、まあ、一回ちょっと集合だけしてみようかなと思います。というわけで、6月の13日終わりました。最後まで聞いていただきありがとうございました。下の概要欄に、なすび募集日載せておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。というわけで、なすび TV でした。ありがとうございました。